やばい。滝沢ガレース。完全な被害者は多分俺だけ。え？はい、お世話になってます。ハルハルチャンネルです。今日もちょっと急遽ね、動画一本出すことに決めましたというのも、まあ、今話題になってると思うんですけど、熊本にあります、熊本県にあります、坂野強豪校、秀岳館高校さん、秀岳館高校さんのサッカー部で、まあ、体罰をしているシーンが、動画で撮られて、まあ、それが SNS に投稿されて、まあ、短い時間だったかもしれませんけども、それがまあ、炎上してしまったと、まあ、捉えられて、それでなんか大きな SNS のどっかにまあ流出されて、まあ、一気に拡散されて、それがすごい大問題になってしまったっていう。で、まあ、その件に関して、学校のその、まあ、蹴った先生、体罰を与えた先生は指導を中止になっている。その件に関して、また、サッカー部の、該当者、まあ、蹴られてた選手、それを動画をアップして、撮影してアップした選手、高校生ですね。まあ、謝罪の動画を出したと。と同時に、監督が、まあ、朝の番組ですか？それで出まして、加藤浩二さんの番組で、スッキリですよね。僕もたまに見ますけど、ちゃんと、まあ、正式に謝罪をしたっていうことなんですが、まあ、その後に、またどういうわけか、まあ、YouTube 上、まあ、SNS 上で、監督が、その該当する生徒に対して、まあ、ちょっと説教してる動画がまたアップしてしまいまして、まあ、被害者は、まあ、実際の被害者は、蹴られた高校生の S だと。で、加害者っていうのは撮影をして、まあ、アップした2人の N 君と K 君だっていうことで、で、最大の被害者は俺なんだと。で、その被害が原因でね、高校生ですよ。サッカー部の高校生に損害賠償問題になるんだよと。世の中そうなってんだよって、まあ、そんな動画が出たらしいんですよ。いや、これ僕も見ていまして、損害賠償ってこれ高校生に言ってもね、ちょっと難しい問題だと思うんですよ。まだ法律なんていうのはまだね、勉強しないと思うので。で、まあ、それだと、まあまあ、図式的に見て、まあ、それが原因で監督が、なんでかしら、懲戒処分ですね。まあ、前回にも、まあ、出しましたけど、懲戒処分になって、俺がこんな風になっちゃったらいいか、お前らのせいになるんだぞってね、こういう風な意見になっちゃうと、思うんですよ。警告だとか、減給だとかね、停職だとか、まあ、ね。で、これを、高校生のサッカー部、自分の教え子ですよ。ちょっと言い方ちょっとこれ変えないといけないのかなと僕ちょっと思ったんでちょっと動画一本出したんですけど、それと同時に僕ちょっとその後から出た動画で、まあ被害者、最大の被害者は俺なんだってこう言、まあ言ってんのはいいんですけど、なんであの動画をアップしたんだ、お前たち理由ちゃんと言ってみろよと、俺の許可もなぜ なんだと、その理由のあれ言及してるシーンがないんですよ。コーチが生徒を蹴ってるシーンっていうのは、なんで、その生徒が、部室なのかどうか、ドアを開けるときに、なんか冗談メーター、いつも開かないから冗談メーター忘れてたのかどうか知りませんけど、ちょっと小馬鹿にしたような口調を言ったんで、体罰として与えた。それがどんな内容だったのか、なんで蹴られるようなことになったのかってわかんないんですよね。毎回毎回同じことばっかり言って、お前何やってんだよ！舐めてんのか！っていうような形だったのか、それとも、生徒たちが日常茶飯事でそのコーチがもう、まあ、あいつもやら、餌食になったよ。こいつも餌食、あいつも餌食になったよって言って、自分たちがもう日常茶飯事になってると。まあ、蹴られてるっていうシーン、蹴られることがもう日常化してるのであれば、これは生徒たちが納得して、やっぱりこれこういう指導は俺たちもやりにくいよって、萎縮しちゃうよと。サッカーのボールね、できないよ。だから俺たち訴えたん、やったんですよ。っていうのであれば、これは生徒たちの言い分も聞かない、まあ、教師陣がいけないんじゃないんですか？指導者たちがいけないんじゃないんですか？ってなっちゃうんですよね。まあ、なぜそれになったのかっていうの、それもなんか子供たちのサッカー部のまあ動画もなんかこれリハーサルがしっかりあるように、やったような感じでなんか出てるんですよね。
蹴られたのは、うん、あれ私です、で動画出したのは私ですとかって言って、まあ、謝ってます。これちょっとまあ日本のサッカーってかなりすごいね、あの成功せや、あの育ってきてるんですよ、育ってきてるとか成長してるんですよ、成長進歩上達してる、していて結構なんかいい試合するじゃないですか、ヨーロッパ諸国のね強い選手、あのあれ向こうでプレーしてる人もいますし、多分その中からも一人ぐらい出るんじゃないのかなと思うぐらいのすごい強豪校みたいなんですよ。その強豪校で、ちょっとこの日本のサッカー界でこんなことやってしまうとっていう部分もあると思うし、うん。あの、これに関しましては、私としては、あの、きちんとしたのこと、もうこれでもうね、風化にしてしまう、あの、ほとぼりが冷めてしまったらもう関係ないよっていうことにはしたくはないので、あの、今一度、うん、きちんとした、あの、あったことをね、あの、学校側の人は出してもらいたいと思ってますっていうよりも、そこには結構みんな憧れていく、子供もいると思う、児童もいると思うんですよ。あそこでやりたい、小学館で、熊本にいたから小学館で、ね、やりたいんだ、レギュラー取りたいんだっていう人が、これが衰退しちゃう。あんな学校行きたくねえよ、蹴られたくねえよって、そうなると全体のあの、これイメージダウンにつながる可能性もなる、可能性も秘めてると思うんですよね。悪い意味で。真面目にやってるのがバカバカしいよと。常に日頃ね、あの、小学館に行って、僕はレギュラー取るんだって人がいなくなっちゃうのが怖いんじゃないのかなと思いました。まあ、僕もサッカーの、球場で働いたりするんで、たまにね。ぜひとも優秀な選手、ね、あの、サッカー選手、日本から出てもらいたいので、今日はこの動画を出してみました。今日はこれで。